ゃう。はい。やべ、ウインカーの、ウインカープだ。ご主人さん、よろしくお願いします。どうぞ、どうぞ。はい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 。レッドブル。授ける。はい、先生、用品店ばかり行かなくてツーリング行ってください。はい、広行きセットです。今大観望をアドしまして、今から、一宮の方に行くのかな。そうですね。それで、豊肥本線の、一宮駅の方が近いから、そこにちょっと行ってみたいと思います。本当風に恵まれてるね今日。これ平地にもこれぐらい風来てほしいね。あ、電池入れてました、ありがとうございます。本当はい、ホンダですね。あ、やっぱ菊池のあのホンダの工場がね、あるけんですね。あ、僕はあのホンダが一番好きなんですよ。あの父親はホンダ以外認めないタイプだったんで、はい、なのであの反骨精神から川崎に乗りました。けどそれがちっちゃいことだと気づきました。はいはいはい、あのそれこそさっき走ってたボルトールに乗りたいですね。けどあのいとこのワイスケ氏が乗りましたから、まあまあなんというんですかね、まあ、最後はホンダのバイクで締めたいなと思ってます。はい。まだ、じゃあ家にまだモンキーの 115cc と、スーパーディオ ZX がまだありますんで、あ、ホンダの2台があります。で、まあ、一つはタンクとキャブは交換しないとダメですよね。モンキーは。まあ、スクーターもそうかもしれませんけど。はい、そしたらもう走ります。足回りももう全部やってるんで、そうですね。ありがとうございます。 4YA ですね。今度あの千夜 A もらえるまで帰れま点っていう企画がいいかもしれませんね。もうぐる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 走らん。53ファクトリーさんはなんか好きなウェアメーカーありますか。はい、タイツが好きですか。私はですね、兵道が好きです。でも高くてなかなか買えないんです。いやでも、いや兵道でも俺、私この前初めて来たんですけど、あ、いいっすね、物が、あの物はほんとクスタに並ぶぐらい、まあ以上か、それぐらいいいですね。すごい物が良かった。
はい。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 俺もメッシュグローブ欲しいな。兵働が欲しいです。いや、うん、あればですね、はい、はい、なかなかそう簡単にはね。で、皆さん何回はあんまり買わないですね。南海のウェアとかはあんまりちょっとこうあれなんですか、そのあまり興味がない。はい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 。なんかやっぱ安いですからね。なんかもう、うん、あ、今虫が直撃しました。いた。メモです。あ、さっき追ったのよ、こっち。背中と見ましたね。あの、アニメの映画ね。うん。覚えてる。いいですね、個性があってね。なんだろうな。はい、じゃあ右ですね。はい、お願いします。お、ちょっと煽られたね。うわ、久しぶりの道です。いいですね、もう嬉しいですね、新鮮ですよ。ありがとうございます、本当この機会を作ってもらって。うん、あの久しぶりに来るとワクワクするんですよ。ああ、そういいっすね。はい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 。あ、素晴らしいね。でもあの自分で合ってるってことなんですよ、それ。あの僕はあのメカリ神社に1週間に1回前に行けたのと一緒ですね。別に僕はあのスピリチュアルとか感じないタイプなんで、全然オカルトではないんですけど、ただロケーションが好きなんで行ってたんですよ。はい、じゃあ朝に住んだらどこに行くんですか。うん、今ギャブですか。はいはい、あ、はい、いただきました。